ラ東京、ザ・スピードジムチームトップゼロレオナペダスです。明日はレオナペダス復活楽しみにしておいてください。そうですね、まあ22歳でベルトを3本持ってる、素晴らしい素敵だなって戦績ですね。まあでもみんな他のチャンピオンとか他の選手は相手のこと褒めたんですけど、僕は褒めないですね。全然申し訳ないですけど相手じゃない、はいはい、っていうのはもう変わらないし余裕で勝ちます。はい、向かい合ってみてもやっぱりそれ変わらない感じですか？向かい合ってみた方がむしろいけちゃうなって思ったんで、はい、本当に1年3ヶ月自分が何してたか見てほしいなって思いますね。Léona est un bon boxeur. J'ai vu des vidéos. Maintenant, demain, ce sera une bataille qu'on va livrer. On verra demain. Léona 選手のボクシングはビデオでもよく見て、すごい選手だということはよく分かっています。でも、明日の試合ではそれを上回るようないい試合をしたいと思います。今回の試合とはあまり関係ないですけども、浩二選手と結構 SNS やり合ったりっていうのを見ましたけれども、何に対して浩二さんに怒っているんでしょうか？浩二って誰でしたっけ？誰でしたっけ？まあ、成り上がりの CEO ですね今。プロデューサーの、そうですね、まあ、僕は全然彼に対しても全然本当に眼中になくて、もう何も持ってない、実力もないんで何も持ってなくて、でも正直まあ K1 の大阪大会 PR 大使というのになんかなってますよね。からまあその大会をこの大会のためだけにただ使わせてもらったっていうだけですね。だから別に何も彼に対して思ってないし、本当に彼は勝手に MMA でもキックボクシングでも何でも頑張ってればいいんじゃないかなと思いますね。まあ、僕には届かないところにいるから、僕に届かないところにいるから、まあ、本当に眼中ないですね。まあ、他のもう僕のチームの後輩の松山とかそういう、ね、まだもう全然僕にも届かないような選手とやってればいいんじゃないかなと思ってるんで、本当に彼に対しては何も思ってません。はい、今回大会成り上がりの選手も参加してますけれども、この件に対して言いたいことありますか？軽量一発でクリアしてこいよって話ですよね。こんだけ注目されてんだから、なんで軽量の時に鈴木選手とこうフェイス2フェイスとか見たい選手いるわけじゃない、見たい人がいるわけじゃないですか。そういうのも空気も分かってないし、まあ所詮アマチュアだなって感じですね。はい、ありがとうございます。レオナ選手 60.0 キロです。レオナ選手 60.0 キロ軽量クリアです。続いて青コーナーレミ選手お願いします。レミ選手 59.8 キロです。レミ選手 59.8 キロ軽量クリアです。ではツーショット撮影です。